ケーストゥティスは中世リトアニアの君主。ケーストゥティスはトラ海港として1377年までは兄のアルギルダスとアルギルダスの死後は1381年まで追いのヤガイラスと共同でリトアニア大公国を統治した。ケーストゥティスは西方のリトアニア人とルーシ人を支配した。ケーストゥティスという名はリトアニア人の名称としてのクスタラスやケストタスを 短縮化した、ケスタスという名称の形態に由来する。過去に書かれた資料の表記は、それぞれ異なるリトアニア語の発音の影響を受けている。ケーストティスは、太公ゲディミナスの息子の一人である。弟のヤブーヌティスは父から、リトアニア太公を継承すると、ケーストティスは、兄のアルギルダスと共謀して、ヤブーヌティスを追放し、兄弟は領土を東西に分割した。 共同統治の産物として、1337年頃に、ケーストゥティスのために、トラ海港が設置された。アルゲルダスの目が東方に向いている間、ケーストゥティスは、西方に、軍事力を集中していた。ケーストゥティスは、ドイツ騎士団による西トアニアとサモギティアへの攻撃を、防ぎ、リトアニア側もケーストゥティスの指揮の下で、ドイツ騎士団に攻撃を仕掛けた。ケーストティスは、 リトアニア大公国西部の国境線の争いでは、外交と同様に、兄と異なる軍事制度を採用した。1349年に、ドイツ騎士団との戦闘の泥沼化を避けるために、ローマ教皇クレメンス6世とリトアニアをキリスト教家する交渉を行い、自身の王位と息子への世襲の約束を取り付けた。アルギルダスはこの取引からは一歩引いた立場におり、 領内のルーシ人の動向を中止していた。しかし、1349年10月に、交渉の中介者である、ポーランド王カジミエシュ三世大王が、ボルイーニとブレストへの想定外の攻撃を行った、ため、ケース・トゥティスの計画はついえる。ボルイーニをめぐるポーランド・リトアニア間の戦争の中で、1351年8月15日に、ハンガリー・オーラ・ヨシュ一世・イ,イキは、 王冠のと引き換えにケイストティスのキリスト教への改修とハンガリーへの軍事的援助の約束を取り付ける条件での和訳を提案した。別の面から見れば、この和訳はケイストティスがローマ教皇に自国全体の改修を持ちかけたにもかかわらず、異教の儀式を行っていた証拠とも言える。事実、ケイストティスには兵に応じてブーダへ赴く意志はなかった。 ケーストゥティスは単なる公的主としてではなく、ゲルマン騎士団による騎士団であることに気づいた。そして彼らと友好的にしようと考えたが、その手が誰にも握られることはなかった。1382年にアルギルダスの息子で、ケーストゥティスの甥であるヤガイラスがビリニュスとトラカイを支配していた。ケーストゥティスは息子のビータータスと共に、自らの軍隊を引き連れ到着した。 ケーストゥティス親子は、ヤガイラスの陣地に交渉に赴いたが捕らえられた。ケーストゥティスは、クレバ城で考察された。息子のビータウタスは、脱出に成功した。ありがとうございます。